ボーイング367から80。ボーイング367から80。ボーイング367から80は、ボーイング社が1954年に初飛行させた、アメリカ合衆国発のジェット輸送機の試作機。もともとは、米空軍向け大型ジェット輸送機として計画されたが、実際には、空中油機型の KC-135 が先に採用され、 その後ジェット旅客機ボーイング707の原型にもなった。相性はダッシュエティ。モデル367は B-29 から派生したレシプロ輸送機 C-97 を指す。車内故障であり、これにマイナス80を付した367から80というモデルナンバーは本来 C-97 の改良型に与えられるべきものだが、これは本機が 先進的な大型ジェット機であることを隠蔽し、ライバル企業を欺くためにつけられたものであった。相性のダッシ h 8 0は、そのようなカモフラージュであった367の部分を除いたマイナス80のみを呼んだものである。また当時は民間にジェット機を導入するのは時期創造であり、レシプロ機の次はターボプロップ機の時代が来ると考えた。 航空会社が少なくなく、そのため大型爆撃機で圧倒的に豊富な実績を誇りながらも民間機の分野では他社に大きく水をあけられていたボーイングが Z 機の優位性をアピールするため一発逆転を狙って見切り発射的に着手された。b 十二の真空と同じ1五十二年に設計開始し開発費千六百万 US ドルはべて自社資金で 賄われた B-47 などの爆撃機受注によって得られた利益による。1954年7月15日に初飛行すると予想通り空軍が強い興味を示し、当時需要が切迫していた空中給油基盤の KC-135 としていきなり大量発注を受けた。安全性に対する懐疑的な雰囲気の払拭にも成功し、 旅客機型707の開発にも着手されるが、空軍から KC-135 の納期遅延を懸念され製造ラインを民間機と併用することが認められなかったと、エンジンの軍事機密指定解除が遅れたこと、P&WJT3 は J57 の民生版、先に実用化していた、世界初のジェット旅客機デハビランド DH-106 コメットマーク1が同時期に、 未曾有の連続事故に見舞われたことなどから、707の就航までにはかなりの年月を要した。367から80は2から3のシート配置だったが、707では3から3の横6列シートを実現するため、胴体直径を6インチ15センチメートル拡大された。またボーイングのエゲーとも言えるトリプルスロッテッドラップも新規に開発された。 367から80は1955年にシアトル郊外ワシントン湖で開催されたゴールドカップ水蒸気レースの場でデモ飛行を行った。ボーイング社は観覧船を仕立て業界人を招待してレース観戦と開発中の機体の売り込みを計画した。当初はただのフライパスの予定であったがデモ飛行を担当したテストパイロットのアルビン・ジョンストンは 高速度低空飛行を要請し、テストセンターはそれを許可した。果たして20万人の大観衆の末レースコースに近づくと、ジョンストンは高速での低空飛行。ジョンストンによれば、起動開始時の高度は400フィートのみならず、バレルロールを披露した。ボーイング社が招待した戦場の VIP の頭上で、367から80の吊り下されているジェットエンジンは、 主翼の向こうで天を向いていた。ボーイング社の重役以外は大喝采であった。誰もが最初から計画されたものだろうと思ったのである。当事者、パイロットを除くにとってはそれどころではなかった。社長のウィリアム・アレンは心臓発作用の錠剤を携帯している招待客でもある友人に薬を分けてくれと言ったという。ジョンストンは安全に確信を持っていたが、 起動が終わった時の高度は1600フィートで起動中、機体は常にほぼ下方向に一 G をわずかに上回る力がかかっている状態だったという首にならなかったのは社長が新型機開発のためにはかけがえのないパイロットであると感じていたからであった。アレンは後にこの件をユーモアを持って話せるまでには22年の時間が必要だったと語っている。この伝説は 今でも生きており、1994年6月に、ボーイング777の初飛行を担当した、チーフテストパイロットのジョン・キャッシュマンは、飛行前に、社長から受けた最後の指示が、ロールするであったと語っている。ライバルのダグラスも DC-8 で間、降下中に音速を突破してみせるなど、ライバル意識を燃やした。コメットの試作機も1953年のファーンボロー。 国際航空省で超低空90度バンクターン決めている。まだ戦前のエ演ずる方も見る方も命がけだった時代の航空省の名残が残っていた時代であった。ただ一機のみの試作機であった367から80はボーイングのシアトル本社工場にて飛行可能な状態で維持されていたが2003年8月27日にワシントン DC へ 最後のフェリー飛行後、スミソニアイ航空宇宙博物館別館に永久展示されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。